今からおよそ280年前、徳川四代将軍家綱の頃、箱根の天険海尻峠を掘り抜いて芦ノ湖の水を今の静岡県深良村に流し、8000石の水田を開く大工事が江戸浅草の商人友野与右衛門や農民たちによって始められた。このトンネルの工事は芦ノ湖側と深良川と両方から掘られ、関門6年から関門10年5カ年の月日を費やして完成された。隧道の長さ1280メートル、工費約7335両、動員総数延べ833,586人。日本歴史から抹殺され忘れられていたこの箱根用水こそ、我々日本人が世界に誇る科学的な大事業である。Thank you.
度お待ち申しておりますが。お前も行こう。わしが出ても雨が降るとは限らない。しかし今年は近年にない水飢饉とて木瀬川を挟む村々が争っておりますので、騒動が起こりかねない様子でございます。ぜひお出ましを願いませんと。それならなおのことわしが出てもしようがない。いつものように病気だと言っておくがよかろう。はい。20年代男で暮らしておられます。どなたにもお会いにならないんです。おいでになってはいけません。だからこうして無理にお目にかかりに来たのです。邪魔をしないで通してください。いえ、いけません。たとえお大名でもどんなお偉い方でも決してお会いなさらないんですから。私が困ります。ちょっとお目にかかればいいのです。何でもありません。総長様、例の男は無理に。初めてお目にかかります。江戸浅草の町人、友の与右衛門と申します。前々から差し出しております願い書を一向お取り上げくださいませんので、雨乞いを幸いじきじきお願いに参りました。ご礼はどうぞお許しくださいまし。願い書？ご承知のように箱根の西一帯は昔から水の乏しい地で、日本一の貧乏村です。米も麦も何もできません。できるのは泡、キビ、そばだけです。土地があり余っているにかかわらず、一家離散や年組神のために水牢入りの絶えぬところでございます。で、これを救うには水さえあれば田を作り、米を作って村はたちまち生まれ変わります。それには芦ノ湖の水を海尻峠を掘り抜いて深田村へ落とすことです。ご覧のように湖は満々と水をたたえておりますだけで、何の役にも立っておりません。海尻峠を掘り抜くといえば土や岩を見通さねばなるまいが、まさか人力で山が。これは意外なお言葉です。総長様は当時聞こえた知識と聞き及んでおりましたが、この絵図面をご覧ください。ではそなたには見通せるというのか。私には海尻峠はこの通り透き通って見えております。さて、用水工事につきましてはご普請奉行宛てご許可を願い出ておりますが、その前に芦ノ湖は何分にも当権現様のものですから、お許しを願いたいと思って参上いたしました。何とぞ数千人の百姓の生き死にに関わることです。ぜひともお聞き届けくださいまし。駿府友の座の組頭を務めておられるというが、大変なことを考えつかれたものだ。わしは今まで死んだも同じような暮らしを続けてきました。友のさん、本当にやり通せますか。戦の困難は覚悟しております。お出ましを願います。我がどころか戦同然で、役人の手では到底収めようもございません。ぜひお出ましを願います。海に入りましょう。あの騒ぎ、一滴の水と一すくいの流れのために大勢の者が血を流し命を奪い合っているのです。大勢の百姓のために芦ノ湖の水をこの私にください。総長様、ぜひこれはやらなくてはダメです。お与えくださいませ。
内緒について上様ご生母お万の方様が直々何かお聞きたがしのことがあるというので本日当境邸において行われることになった。なに万事さすがのないよう十分ご納得のいくように申し上げるがよい。この度のお計らいありがとう存じます。ドレモン殿、私には生きる喜びが湧いてきましたぞ。奉行妻木である。これより取り調べる。ご列席の方々は大老酒井歌の神様、老中星名正幸様、軍法御指南北条阿の神様、極真奉行伊那半左衛門様、御学門所林大学の神様、勘定奉行岡田武前の神様、いずれもご不審お聞き正しがあるはずである。その方の願い書並びに図面によると、前にお前が開いた安倍川筋手越川原神殿の経験に基づいて、芦ノ湖の水を海尻峠を掘り抜いて駿河に落とし、およそ8000石の神殿を作り出そうという。それに相違ないか。相違ございません。掘り抜き工事中、ことに山を掘るなど並大抵の仕事ではない。現に世は会津の滝沢山を掘り抜いて猪苗代の水を落とす工事をしているが、完成の見込みが立たぬ。それを一商人の分際をもって金儲け目当てにしようなどとはもってのほかだ。それとも何か他に目当てがあってのことか。まっすぐに申し立て。は、恐れながら申し上げます。仰せの通り、私は町人でございますゆえ、この度の用水も儲けのために計画いたしたものに相違ございません。しかし、いかに町人とは申せ、仕事をやるからには何とぞやりがいのあるものをと心がけておりました。つい町人の身も顧みず手をつけましたような次第で、他に目当てなどは毛頭ございません。待て、不審の点がある。あ、図面で見ると海尻峠を掘り抜くのに芦ノ湖側と神奈川と両方から掘るとあるんだ。700件に及ばなをどうして真ん中で合わせるんだ。それが来たお答えつかまつります。両方の穴を同じ方向、つまり下へ向けて少し曲げて掘ります。すると高ささえ合っておりますれば、必ずどこかで出会う感情でございます。では高さを測るには、闇を峠の頂と麓に提灯を灯し、それで見極めます。水平を定めるには、まだけの節の間を二つ割りにいたしたものに水を持って、それで定めます。キリシタン・バテレン、その他の怪しい術でなく、しかとできるか。できます、立派にできます。お前の家に伝わる水利土木の手法は甲州流の軍法から出たものだという。この軍法は二つに分かれ、軍法は北条阿波守殿の家に、水利土木の方は伊那半左衛門殿の家に伝わっておる。しかしどちらにもお前の言うような術は伝わってはいないぞ。恐れながら申し上げます。ただいま信玄公の軍法は二つに分かれて伝わったとの仰せでございますが、実は元那太平以来三つに分かれ、軍法、水利の方は仰せの通りでございますが、その他の一つ、農法、金堀三実は私の祖先、武田の家臣友の家へ伝わったのでございます。何か。芦ノ湖は権現様お手洗いの水じゃ。高賢天皇の御代に満願商人が初めて箱根権現を開かれ、世に仇をなす九つの頭の竜を芦ノ湖の底深く封じ込め、天下の安穏を祈られたと聞く。その恐れ多い水を動かすとは、再び九頭竜権現の怒りを招き、天下に害をなし、万一上様御身にお触りがあったら何とするか。もったいなくも上様は辰の落としでありましょう。お万の方様にはことのほかに真言宗に帰依なされておられる。この儀どうじゃ。
お大将よく。は。政権の書にも聞き及んだことのない話だ。怪力乱心の助けを借りるならいざ知らず、人間の力でさようなことができるとすれば、政道王道は地に落ちましょう。東洋軍艦信玄前書にも見当たりません。さよ。あの不敵な面構えと申し、ご意向を恐れのあたり、千年の由井小説別紀正左衛門そっくりだ。お処置は。まあ許してやりましょう。御大老には許される気か。箱根権現の会長僧正の口添えもあり、世の聞こえもいかがと思われるし。バカな。武士は武士、町人は町人で、おのおのその分に休んじてこそ天下は太平だ。大名でさえ手をつけかねる難事を、仮に町人風情が調めたとあっては、それこそ世の仕組みを変える重大事になりましょう。それに神殿一端につき一棟御所、宮殿一端に一棟の水かけ料を取るとすれば、八千石では莫大な利益となり、旗本ごときは奴の足元にも及ばぬようになります。いや、御家人はご無用。坂の秀田町人風情では第一視力が続きますまいて、吉松は着手すればそこにはそこでいろいろ手当てもあるというもの、決して思うようにはさせません。早見弥三郎おるか。あ、何か。友の与右衛門および箱根用水に金を出す町人関係を調べた。あ、最も多額に出資しておりますものは日本橋の問屋、松村上信というものでございます。その松村上信というのは、いかようなものか、司祭に調べよう。Thank you.
が神田一門の大安売り。買ってくれたら踊りを見せるぞ。夜通し図面引きてたんだ。また手伝いか。図面引き覚えるより百姓仕事を覚えろ。わからねえな。おどは今に五反でも一丁でも好きなだけ田んぼ作れるんだぞ。それもきびやわじゃねえんだ。米が作れるんだ。村中一生懸命になってんのに一丁分か。穴掘って米できるくれえなら昔から村の百姓を貧乏していないぞ。バカったれ、あんなやつに騙されんな。あんまり飲むなよ、体壊すぜ。ああ、喉が渇いたよ。松、水はないかい？はい。また人形ともよ、取り合い行く。水をいっぱいもらいたいな。お前どこのもんだ？三島から来たんだが。この村へ来て心安く水くれなんて、おい、どつかれんな。何丁先の谷へ組みして思ってんだ。そうか、そりゃこの俺が分かった。ところでばあさん、穴掘りで村に金が落ちてと聞いてきたんだが。とんでもねえ。初めは日当八十八文で報告だったが、今じゃ滞りがちだ。まったくつむらん村へ来たもんだ。水飲みだくしょうどころか水も飲めないとは。元事務の旦那だ。旦那、おけんなさいまし。お疲れでございましたでしょう。ところで旦那、日当の三原分はいつ払っていただけんでございましょう。お寅さん、まことにすまん。わしは平気だがね、若えもんがうるさくてね。お父っつぁんの病気は相変わらずガミガミ言ってるんだ。そんなやつに騙されんじゃねえぞ。なんていうこと言うんだ、お父。キリシタンバテレメ。締めて15両3分だ。すると名主さん、3日と半日日当が溜まってるわけだね。うん。明日か明後日は必ず金が届くとお律様が言っておられた。ほら、もう我慢ができねえ。待ってよ、言うとくはしてやるからな。いや、もう、いや、もう、もう、何をするんだよ。もう、何だっけ、もう、おめえさんには、女房子供にあの方のが大事なのか。すまん。うちには雲なん何にもないんだ。すまん、すまん、すまんが話せな。話せ、話せよ、おいね。話せ。おらの里の名主の家がなはな、おめえのとこのや貧乏名主とは桁が違うんだ。おめえの女房なんか何じゃなかったんだ。人柄はいいし、みんなに勧められたからつい嫁に来たんだ。そして
こんなに苦労してんのはおめえには分かんねえのか。でもな、この村で米が取れるし、村の衆もこの仕事で88文もらえるんだ。こんな嬉しいことはないじゃないか。88文おめえは人前から自分の取り分も取らずに、うちには食うものは何にもないんだよ。どうしたんだよ、大地。子供どうする気なんだ。どうしてくれるんだよ。お姉さん、お姉さん。名主さんが悪いんじゃありません。私が気がつかなかったんです。さ、これをあの子供さんたちに食べさせてあげてください。もったいない、織様。何をなさいます。私はいいんですか。名主の人よし、くれるものはもらってけえじゃないか。散々あの堀でおらたちの家に迷惑をかけてんのに。すいません、お金は明日にも払えると思いますから。あなた方にもご苦労をかけてすいません。おかえりなさいまし。そうは米だよ。さすがにごちそうだ。あの堀のおかげだ。お稲のバカ野郎。穴が掘れて水が通ったとしても、その水をどう深ら村へ引くかが大切だ。素敵ちゃん、今夜から新川を作る図面を引いてみなさい。岸固めのコツは、石の流れを防ぐために枠と牛を使う。これは私のうちの自然だ。お前だから教えた。おじいさん、俺は村に米ができるかと思うと夜もろくろく眠れねえだ。そうだ、その意気でやってくれればこの計画はきっと成功するぞ。ねえあなた、素敵さんに病気でもなられると村の人たちが。俺は百姓だ、体は丈夫だよ。おかみさん、それ見なさい。お前にも心配させてすまんな。いいえ、そんな。あなた、お腹を好きになったでしょ。誰かこの娘っ子を引き取ってくれないか。
え？おらが引き受ける。なあ、飯炊きの方伝ってもらえねえかね。手不足で困ってるんだが。頼むよ。その代わり日当はおらがもらうからな。相変わらず欲張りだな。よかったな。名前は何てんだ？松。おそんなら松、これ谷って貸してこい。うわ、ごめんだ。Take it off!
いや突然で驚かれたろう。俺は蒲生玄馬というものだ。氏郷の一門だが、中華滅亡の後は島原の乱に加わり、今では徳川の世を倒して身を立てようと図っている。実は、まあ、お待ちください。私に御用などあるはずはありませんが、一味してもらいたい。え？徳川を倒すことはなかなかの大仕事だ。ぜひあなたのような人の力を借りたい。私に？そうだ。今度の用水の計画を聞いて、家来どもは皆イカ様だと笑っているが、しかしこの現場の目に狂いはない。どうか軍学を指南していただきたい。軍学？うん。私の家に伝わる軍学は、人を殺し、戦をする兵法ではありません。世を富まし、人を幸せにする農法三法の学問です。いやあ、昔から軍学と推理とは結びついている。私は武家ではない飽きんどです。戦技については何も知りません。この度の用水も金儲けを見越してのことです。出来上がりの暁には、向こう七年間の年貢を取ることになっているのです。俺の片腕になってくれ。天下を取ればお前の望みは何でも叶えてやる。大変失礼だと思いますが、ここに小判で20両と少しあります。軍資金の足しにしてください。その代わり私を返していただきたい。ブレオロ殿様、何をそのように怒っておられます。話せ。さよ、話さんか。現場の言うことを聞くまでこの男を返してはならんぞ。帰りたかろうが帰れば必ず大観衆が友の嫁を待ってるぞ。いや、うんというまで気長に待っているぞ。お忘れかい？いつか村であった餅屋だよ。お願いだ、私を返してもらいたい。お殿様の言う通りにするんだね。私には大事な仕事が待っているんだ。罪状一つ、9月5日、米麦搬入と見せかけ、ご禁制の武器、あまた輸送、つかまつり候こと。
百姓ども愚昧の者を集め徒党を組み余す際その者どもを先導つかまつり候こと一つ右は黒馬なる盗賊と疑惑を通じて待ちなさい身に覚えのないことばかりでございます控えろ、うん、お上の取り調べに対してつべこべ申すかそれはあまりでございますお代官様私はありのままを申し上げているのに何一つお取り上げだ黙れ引き立てはい、少将様。権限のクソ坊主が、はい、バカ者、入れていったのか。はい。しておりましたご用は追って寺社奉行より何分の沙汰があると思いますが即刻隠居届を出されたい大老坂井歌の神様直々のお達しです権現別当職の務めをおろそかにされたとあります本山小室仁和寺へも達し済みのはず込められていたのは壁が薄くなったので急に出てきたのはどっと来るかもしれない危ないですから元締さんどうだろう妊婦をもう50人増してもらえないだろうか50人そう手渡しで水を買い出そう佐野村も辰代の衆も毎日減っていくばかりで申し訳ありません江戸の松村上信さんから何も言ってこないかはいいや、50人どころか一人でも無理だな。よし、水はけの方法を考えよう。危ないから向こうに出ていってください。はい。名主さん、大変な水だろう。なあ、みんな。元締さんに力を貸して水を買い出す努力をしてくれないかなあ頼むおやごめん小室にどうして一緒に入ってくれないんだだって俺たちは元締命まで売ってねえからな何万だぶ何万だぶまったくだみなさん、誠に申し訳ございませんが、もうしばらく待ってください。お金が届き次第に、必ず日当先で払いますから。誠に一つお頼み申し上げ、工事に案内金がかかったんで、
少しは元締めさんの立場を考えてやってくれよ。まあお律様もああ言われるんだし、少し待ってくれな。金は江戸の商人松村様から今日明日にもつくことになっているんだ。心配するな。うん、金がつく金がつくって俺たちを騙してんだな。何しろ俺のところは松と二人分だから、たまるとでっけえからな。忙しいのにただ働きさせられてたまるか。明日から出ねえぞ。これは寝てる方がマシだ。行こう。待ってくれよ。待ってくれよ。痛ぶりやがる。オーラにムチをかませろ。こんなりゃ何がなっても稼がなきゃ。もう現場だ。今日は逃がさんぞ。あなたでしたか。お話はもう済んでいるはずです。おい待て待て、あれ待たぬか。おい待て、わずかの銭で大勢の百姓を手足のように使うお前の実が欲しい。実ガモさん、一度工事場へ来てみられるがいい。私には秘密もからくりも何もありません。味方をしよう。ともども徳川幕府をぶっ潰して天下を思い通りにするんだ。嫌です、お断りします。頼む、この通りは頭を下げる。あなたは盗賊だ。私はそんな人の力は借りられない。徳川を倒すと言っておられるが、なぜ弱い人たちをいじめるのか。あなたは知らない。百姓、日本中の百姓がどんなに困っているか。何？けど、お待ちください。私は今死にたくない。貴様のその落ち着いた面構えを見ていると我慢ができん。私を殺しても無駄です。あの湖を見てください。私が死ねば湖は何の役にも立たない。私がいなければ用水はできない。八千石の米は取れない。許してください。そう、トムロ、俺は負けたんじゃないぞ。
く。あいつ俺の言うことしかねえで小島行きやがったな。まず知らんかね、どこ行きやがった。おめえたち行くのか。どうしっかと思って考えやってるとこだいに。どうだい、大丈夫か。よいしょ。水車だよ、でっかいやつ作るんだ。水が引けたら水車作って米つきやるんだ。米つきなら足の不自由な父ちゃんだってやれっからな。あらもうね、さっきから水車など考えやがって。ほら、うまいだろ。元締さんは捨て口を頼りにしてるって口癖のように言ってるだ。そうかな、こいつにそんな真似ができるのか。こいつが回りゃ大したもんだ。回るともぐるぐる回って見てる間に米真っ白にしてみせるぞ。夢みてえだな、捨て吉。父ちゃん、とうとう兜を脱いだな。リツ、はい、捨て吉と松を一緒にしてやろう。私たちが松の親代わりになってやる。のんきな方、水を汲み出すのに夢中になってらっしゃるのかと思ったら。でも私もあなたにお願いしてみようと思ってましたの。そうだったのか。じゃあ一日も早い方がいいな。江戸から人が来たっけよ。よく来てくださいました。葵堂一日先週の思いで待っていました。どうぞ。いつも仲が良くて結構ですが。まあ、ご同知お疲れでございましたでしょう。いやいや。どうぞ。おじさん、どうか構わないでくださいよ。いいえ、田舎ですから何にもございません。実は今日私が伺ったのはこちらから頼みがあってきたのだ。どうか腹を立てないで聞いてくださいよ。言いにくいが今日限り出資をやめさせてもらいたいんです。出資を？どうしてです？困ったことになりましたよ。先日御勘定奉行の妻木様に呼ばれ散々のお叱りを受けました。用水に金を出しあなたの仕事を助けるなどとはもってのほかだ。場合によっては結晶を申し付けるぞ。きついお達しでした。勘定奉行の椿様が。私も日本橋の松村と言われる者、今日まで出した金もあれば用水出来上がりの暁には水かけ料としてこれこれの利益を目論んでいるんだと事細かに申し立てたんですがね、相手が御奉行所ではどうにも歯が立ちません。今手を敷かれてはそれこそ死んでも死にきれない。私は命を投げ出しています。石にかじりついても金を作らなければなりません。
ごもっともです。内々にとお願いしたら、これが金山とか銀山とかいうならば現物はすぐ手に入るし。何と言われました？いや、用水工事でなく金山とか銀山とかならね。それだ、その金山で思い出したが、寛永の頃佐渡の金山ではすっぽん石を使って坑道の水を汲み上げていましたな。どうされた？これだ。ありがたい。リーチ、リーチ。はい。リーチ、分かったぞ。これだ、これだ。スポンという水車も考案され、一軒ばかりの箱の底を食い違いに開いたものを川に臨み浅くして、箱の中に蝶つがいの板をはめ、絵をつけて押すときは板閉まり、引けば板開き、水はその勢いで昇るのであり、絵の端に筒がある。大丈夫だ。松村さんのおかげだ。金山のお話で思い出したのだ。助かりました。穴に水がついて妊婦を雇う資金もなし、困ってるところでした。友野さん、いかにも資金はないないお回しいたしましょう。あなた方ご夫婦の命を打ち込んでおられるご様子には私も負けましたよ。松村上神明、お察しの通り内々友のを助けると申しておりますが、かねての手はず通りに。よかろう、やれ。ああ、痛った痛った、転げました。
おりつ様、どこ行くだね。江戸のお客は殺されたっていうが、お頼みしたいことがあります。友のしばらく預かってください。え、私はこれから江戸に立ちます。私の力でお金ができるかどうか分かりませんが、友の家はきっと許してはくれないと思いますから。そんなことしたら殺されるの。そうかもしれません。でも友のはこの仕事に命を懸けています。妻の私が命を懸けないでどうするんです。お留守様、ママ知らなかった。あれがそんな大事な花だと。俺がバカだった。おいねさん、よく言ってくださいました。私もこれで安心して江戸へ行ってこられます。友のは子供みたいな人ですから、肌着なんてほっとけば一月でも二月でもそのままで来てるんですよ。おいねさん、これが友野の肌着です。もし私が帰らなかったら、いえ、きっと帰ってきます。でも友野は律を恨むでしょうね。お律様、わしは一生元締さんの面倒を見ると安心しておくれ。お願いします。群馬だ。疲れたの。仕事も何も面白くないような顔して。面白くない、何もかもつまらない。殿様ったら本当に近頃どうかしてる。なあさよ、考えてみると人間の生涯というものは不思議なものだな。俺はついこの間まで恐ろしいことを知らない幸せ者だった。仕事はする、さよはいる、心を煩わすものは何にもなかった。ところがどうしたわけか急につまずいた。ああ、もう仕事も何も嫌になった。かわいそうな殿様、あんな強い殿様だったのに、さよにはどうして直してあげられないのかしら。さよ、殿様、死のうか。一緒に死のうか。そうだ、一緒に死のう。おさよのこと、すっかり見込み外れでした。穴掘り場の半端には食料どころか工事は中止されています。何だと。それ本当か。本当だと思う。この目で見たんだ。あの男はどうした。え、殿様。殿様ったら、あの男のことになると目の色を変えて。うるさい。分かったよ。みんなあいつのせいだよ。あの男に会ってからというものは殿様はすっかり人が変わって。
たよはあんな奴に見返られて黙ってるような女じゃないよ。なあ、今日は何日かな。5日です。お律様が出かけられてからもう20日余りになるな。お金の工面ができないんですから。喜んでくれ、すっぽん紙の図面ができた。これなら芦ノ湖の水が噴き出してももう大丈夫だ。なるほど。これができたからにはもう一度工事へかかろう。迷惑をかけたがもう一踏ん張り頼みます。しかし村の者だらしがなくて。私が自分で頼みに行く。頼めばきっと聞いてくるに違いない。元締さんがせっかく会われるんだ。すまないが、佐野村から二つ台の辺を解いてみてくれないか。よし来た。俺たちもやれだけやってみよう。うん、やろう。お。もしもし。おい、元締めが来たぞ。俺の銭で俺が遊ぶのに遠慮はいるか。ビクビクするなよ、トノスキ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。勝負、どうだよ、ハンダ。元締めの旦那、仲間張りてえか。閉めた、どい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 た。さあ、お入りになって、さあ、お入りになって、どいた、どいた、どいた、さあ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 、お座んな、お座んな。じゃあ、みんな、いいかもだぞ。なあ。皆の衆、頼みがあってきたのだ。貸しを払ってくれるのかい。すっぽん石の工夫ができた。もう一度工事にかかりたいと思うのだが、みんな手を貸してもらいたい。ほんでもねえ、俺は死にたくねえからよ。穴掘りの手助けすると、お役人に縛られるぞ。首くくられたんじゃ叶わねえからな。今度こそいくら水がついても安心して穴へ入れる。バキザードしている石場があったら手を貸してほしい。おかしなこと言うだな、元締。俺たちは島つぶしにぶってるんじゃねえからな。稼がねえと食えねえからな。大きな口聞いて、日当の目当てでもついたのかい。だからもう少し我慢をしてくれと言っているのだ。俺たちはな、あんたのように遊んでても食える身分と身分が違うんだ。だってともっこには乗りたくないからな。そうだよ、そうだよ。元締めの言うんだって無理じゃねえぞ。何を。待て、お前方。用水はな、一体誰のために掘ってるのか、わからないのか。名主さん、もう騙されやせんぞ。一番儲かるのは、お前と元締めじゃねえか。このバカ野郎。百姓のためだなんて偉そうなこと言って、ちっとも俺たちのこと考えてくれねえだ。さあさあ、みんなみんな、張った。Thank you.
皆さん、えらい苦労をかけました。どうしても江戸へ帰られますか。残念です、名主さん。私は百姓を信じていたようです。私が至らなかった。勘弁してください。もう一度考え直してお願いだ。今度こそ金財の百姓をきっと同期伏せるから。元締さんが帰ったら、俺たちはどうなるんだ。捨て吉か。私はもうダメだ。何がダメだ。元締の育児なし。帰るなら帰ってくれ。元締なんかいなくったって、あとは立派に俺たち百姓でやってみせる。これなんてこと言うんだ捨て吉。元締さん、お律様が帰ってきたな。お律様が。元締さん、お律様が帰ってきただ。あなた。律、よく帰ってきてくれた。お帰りなさいまし。ただいま帰りました。それで、金はできたのか。はい、来年の春までは日当も販売のこともやっと心配がなくなりました。そうか、ありがたい。よかった、よかった。二度と江戸へは帰らぬつもりで、親戚中から借りられるだけのお金を借り、問屋の株も浅草の家も全部売り払ってしまいました。あなた、どうぞ律を出過ぎたやつだと怒らないでくださいまし。そうか、よくやってくれました。それでは許していただけますか。私にはできなかった。礼を言います。まあ礼などと、その代わりもうこれからは広い世間にあなたと私たった二人きりになりました。あなた、私たちはもうこの深良村の土になるよりほかございません。お律様、何も申し上げません。この通り、この村の救いの神様だ。そうだ、おらの村でこの4、5年水路に入れられたものはなかったぞ。これもみんなあなた方のおかげだ。何をおっしゃるんです。私たちこそ長いことご迷惑をかけてすいません。でも喜んでください。また明日から安心して働いてもらえます。それからこれをしように私どももどうか村の仲間入りをさせてください。追い出されたってもう行くところがありません。どうしたんだ松。元締さんに言いたいことがあるから連れてけって聞かねえんだ。ほら、頼みがあってきた。工事やめないでくれ。おらの体人柱に立ててくれ。なんだと。この通りの体で土運びもできない、食いも打てない、この役に立たねえ体、土ん中へうずめて水漏れや土崩れぐらい止めてくれ。その代わりな、元締さん、村のやつら勘弁してやってくれ。よく言ってくれた。おど、元締はな、工事をやめて江戸へ帰るって言うんだ。俺は腹が立って。勘弁してくれ。
お律様はな、家も何も売り払って工事の元手を作んなすった。本当か。お律様その上この村で骨を詰める覚悟だと。ありがとうがし、ありがとうが。ありがとう。おかみさん、この金使ってくれ。博打で買った金だが、元を正せば工事場の金だな。これ使ってくれ。おばば、もったいねえ。何を、おかみさんがこの村で死ぬってのが気に入ったんだ。おいおい、大丈夫かい。いい加減にしろぞ。そん中で俺の金は入ってるんだぜ。何だ、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 すまん。おめさん、用途を過ぎて金儲けするもんだとばかり思ってた。分かったね。だから俺は元締めの言うのに理があるって言ったじゃねえか。待って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 、元締めだ。俺は悪かった。役者は米作るのが信条だ。それなのに俺は博打なんか訴えして。土地があったって水がなきゃ俺たちは死んだも同じ根だいに。そうだよ。ちょっといてくれ。キリシタンもバテルもね、水だ水だ。許してください。私は間違っていた。今まで用水をお百姓のために作ってやるのだと自分の腕を信じすぎてあなた方に恩を着せていた。そればかりか相当な利益も考えていた。自分の財産も捨てきれないこの私が悪かったのだ。どうかみんなして私を立派な本物の百姓にしてください。お願いだ。この姫ちゃん、もらってまなかった。こうする気だな。我慢がならん。切ってしまえ。その総短期を起こされては今切っては百姓一揆ですぞ。私めにお任せください。
お前、三日前から出ないって元締めさん心配してるぞ。飯持ってきてやったから。ちょっと待ってくれ、もう一本まで頑張るから。俺、食わしてやら。口開けてみな。あ、いいぞいいぞ。おめえがいつだ。あえとこしろよ。俺、嫁になんか行かねえよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
奴は俺が相手になってぶったり。何？待って、どこ行くのさ。分からん。本当にさよにも仕事にも飽きたっていうの？まず代官よりの知らせによりますと、近頃急に百姓どもが用水工事を急いでおるとのことでございます。雲の与右衛門というやつ、案外のしたたかもねや。今直ちに友のを処置いたしますことは、かえって愚民どもを結束させることにもなりかねませんし、また怪盗団黒馬の一味とも気脈を通じておるらしいとのこと。もしキリシタンや浪人組と関係があるなら、案外よいおとりにならんとも限らんからの。知らぬふりをして仕上げを待つんだ。芦ノ湖の水は土百姓のものではない。八千石マンザーでもないからの早見。仰せの通りで。
原口のフォローと聞こえないか。いや、まだ聞こえねえだよ。そうか、うん、これ聞くことあるの。おい、コスケ、何かい。元締さん、一個音聞こえねえな。そんなはずはないよ。ごめんなさい、頑張れよ。いや、ご苦労さん、ご苦労さん、ご苦労さん、やりそう、決めてな。大丈夫か。大丈夫です。そうか。足の小道の音聞こえるかい。まだだ。伊作もいる。何したんよ、おい。コウスケ。you
調べの折に直々に申せ。神妙に同等するか。どうだ。たまえません。堂々の上申し訳をいたしましょう。ダメダメダメ。騒いでいけない。騒いでくれるな。引っ立てろ。Thank you.
このような奴は殺してる。
邪念だ、友野さん、友野さん。さよが悪かった、殿様のお気持ちも知らずに、さよが悪かった。元締めさん、行きました、行きました。取り入れ口から水引きまで、明日はいよいよ水門を開きます。神殿のありふりと水配りはうまくいったか。おいらが測量してちゃんとできた。そうか、素敵。その技術を大切にしろ。明日はいよいよ水を入れるか。急ぎますから要件だけを申します。水が通ったら、この向こうの山でのろしを上げます。ご覧になったら、どうかうまく水が通ったと頼みます。のろしが上がるのを待っている。元締めさん、ミサイとしたらきっと迎えに来るからな。用水は俺たちの手で守ってみせる。捨吉、立派な百姓になったぞ。今度はいい米を作るんだ。作ると、よく言ってくれた。お律様もお達者です。みんなもちゃんとしてます。どうか体を気をつけて。では、みんなによろしく言ってくれ。水が通るぞ。俺の測量は間違っちゃいなかった。今！
かげです。殿に代わってお礼を言います。のろしをあげてくる。そうだ、あげてこい。うん、神よりご主一献くださる。すげえ。つまむか。はい。頂戴するがよかろう。覚悟はできていいよ。遅れたか友の。通ったぞ。偉なる技術者であり商人であった友の与右衛門は徳川幕府の手によって歴史から抹殺され、
この世界的な土木技術の一辺の記録すら残されていない。しかも箱根用水は300年前に作られた時と同じ姿で我々の前に生きている。今ここに時の権力幕府と戦った友野とこれを支えた農民の尊い姿を描いて皆さんの前に捧げる。今日も夢見た宝年祭り、おいらの村に水が来る、水が来る。